video diary, April the 22nd, 2022, by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌2020年5月2日、林博史です。おはようございます。大型連休真っ最中ですね。皆さんお元気ですか？いかがお過ごしですか？動画をアップロードしています。はい、私林博史はおかげさまで今のところあくまでも今のところですけども、元気でやっております。で、2月から始めたダイエットがですね、ちょうど今日明日で3ヶ月になります。でこの間約4.5キロの減量に成功しました。苦しい戦いでしたね。はい、食事の7割前後はですね、サラダで、まあ、補ったというよりもそれが主食になってですね、他に 2,3 割いろいろなものを食べて、つまりバランスよく食べてですね、あとはひたすら運動4回ですねを毎日続けました。で一度ですけども、やはりこう貧血気味になりましてね、嫌にフラフラするなぁなんてね思いまして、どうしてだろうなんて考えていたんですけどもね、ああ要するにガス欠だなということに気がつきましてね、一時期2、3日ですね、やや食事を戻したことがあります。しかしリバウンドっていうのは怖いですね。まあ、それまではまあ1日ね、まあ、2食3食食べていてサラダで満足していたんですけども、それがですね、その時にリバウンドし始めますとね、猛烈にこう空腹感と同時に食欲が湧いてくるんですよね。で自分で、あこれはリバウンドだななんてね、まあ、自分が自分にストップをかけましてね、ここが正念場だ、勝負どころだということでですね、ぐっと腹に力を入れてですね、まあ要するに、まあそうしていろいろありましたけれども、3ヶ月経ったわけですね。この、まあダイエット、私流のダイエットを通してですね、まあいろいろ考えさせられましたね。まず第一に、やはりこう血糖値が下がってくるんでしょうね。で、低血糖状態になりますから、当然のことながらイライラしてくるわけですよね。まあその甘いものを一切取らない。ということもあるんでしょうね。いわゆる血糖値が下がりすぎてしまうわけです。しかし、膵臓の方はですね、相変わらず、まあそのインシュリンをですね、分泌し続けていたわけでしょうね。ですから、必要以上に低血糖状態になるわけですけどもね。まあそれが当初はありましたね。で、まあ、イライラして何を考えても塞ぎ込みますしね。悪いことばかり考えますしね。はい、そういう状態になりましたね。で、それからまあそういう時期を通り過ぎて、まあ本当に、今ここでね、何があったかってことを思い出せって言われましてもですね、つまり思い出せないというよりも、終わったんだ、終わったと言いますかね、3ヶ月終わったんだというような感じで、そういうその細々としたことはどこかへ消えてしまいましたけどもね、まあ要するに大変でした。まあ、辛い時にはですね、体力もない時にですよ、ウォーキングマシーンで時速5キロでね、まあ、その走るような駆け足をするような、まあ、その近いような歩き方をするわけですけども、辛い時もありましたね。が苦しいと思ってもですね、ここでやめてはいけないんだってことでですね、自分の心体に鞭打ってですね、頑張ったということです。そうでなくてもですね、老人組の最大のテーマはですね、自己管理なんですよね。いかにこの自己管理をしっかりさせるか、するかということによってですね、老後の過ごし方が決まるということになるのではないでしょうか。遊べといえばいくらでも遊べるわけですよね。だらしなく過ごせといえば、これまたいくらでもだらしなく過ごすことができるわけです。が、それではいけないということで、日々に日課を決めてですね、日々にやることを決めてですね、今日はここまでは必ずするんだというようなことをですね、自分の、まあ、心の中でね、まあ、予定を立てて、そしてそれをやり抜くという意味での自己管理ですね。それが極めて、まあ、難しい。プラス、まあね、この年でダイエットっていうのも、いろいろと危険な面があるわけですよね。まあ、幸いなことですね。まあ、毎日4回、30分かける4回のランニングは、本格的に始めたのは2016年の8月頃ですよね。
7月ですね、ごめんなさい、7月からですね、もうその頃、その時からは、もうどんなことがあっても4回やるんだっていうようなベースが作ってありましたからね、それこそ熱があっても風邪、風邪はめったにいかなかったんですけども、風邪ひいてもですね、調子が悪くてもですね、まあ、どんな状況であっても4回はやるんだということで、まあ、とにかくやりましたね。ですからまあ日によってはですね、2単位、まあ、いわゆるまあ2単位しかできなくてですね、それじゃいけないということで、夜のね、10時半、11時から2単位、つまり1時間ランニングしたりっていうようなこともやってですね、とにかく4回やるんだというようなベースが作ってあったわけですね。ですからまあ、そのベースの上に乗っかってですね、つまり、これもまたやるんだということで決めてですね、つまり、その、やった、やり通したってことですよね。で、今朝あたりですね、まあ、まあ、数日前、先週でしたかね、かかりつけの医師のところで、ね、医院でですね、まあ、基礎検診プラスいろんな検査をしてもらったんですけども、総コレステロール値がですね、それまでは3桁だったのがですね、まあ、突然2桁になったとかね、あるいはその AG1 ですね、いわゆる糖尿病の恐ろしい数値ですよね、まあ、6.2 前後ふらふら行き始めて、まあ、要するに、まあ、なんて言いますか、糖尿病予備軍的な範囲に入っていたんですけども、まあ今回はですね、5.99 に下がったということですね。で、また今、こうした調子、この調子をね、崩さないでいけば、5.8、5.7。あれ、なかなか減らないんですよね、あれね。まあかなり、まあハードな運動と徹底した食事管理をしないとなかなか減らない。数値が下がらないということですね。な、皆さんはどうか、なんて言いますかね、油断なさいませんようにね。この前もある、まあ、外科医のね、ドクターと話をしたんですけども、その先生もおっしゃってましたね。糖尿病の怖いところは、要するに油断ですよって教えてくださいましたけどもね。まあ、ついつい油断してしまうわけですよね。そして美味しいものを食べてしまう。例えば、正月にね、美味しいものを食べてしまう。ドンとね、それがまた、いわゆる血糖値を上げてしまう、まあ、肥満ですよね。まあ、肥満イコール、まあ、血糖値を上げるということになるわけですけども、まあ、そうしたその AG1 の値をですね、上げてしまうんだよって教えてくださったもんですからね。まあ、これはいけないってことでですね、まあ、頑張ったわけです。で、今日、まあ、血圧もですね、実は、ここへ、まあ、書斎も、まあ、入ってくる前にね、血圧測りましたら、108か9でですね、ごめんなさい。98だったですね。100いってないんですよね、私ね。それでその数値見てね、ああ、もう僕は死んでるなんてね、思わず言ってしまいましたけども、もともとその低血圧症の人間なんですよね。低血圧、低体温の人間なんです。私はまあ普通でも36度になることはないんですよね。35度6分ぐらいが私の平均体温なんですよね。まあ36度を超えて36度5分、まあ皆さんにとってはですね、平均的な体温になるとですね、もう体がほてって、いわゆるまあ相対的にね、一度上がるわけですから、まあその、熱を持ったって言いますかね、風邪をひいたような状態になるんですよね。ですからまあ、36度な、5分ということは滅多にいかないんですけども、まあ、まだ体温は測ってないんですけども、今朝ね、今朝でもここ来る前にですね、血圧測りましたら、98だったもんですからね、これはいけないっていうことで、まあね、少し、まあ今午前中ですから、午後ね、昼ご飯を少しね、多めにして、補わなくちゃいけないな、というふうに考えています。で、BMI のね、標準体重値でよればですね、もうちょうどその私はその標準体重と言いますかね、真ん中のドンピシャの真ん中の、いわゆる数値ってことになるわけですけども、私ね、今まで老人観察ってものをね、自分が老人でいながらですね、老人観察してきましたけども、私の印象では 5%、あるいはできれば 10%、まあその BMI の数値よりもですね、体重は少ない方が老人には向いているんじゃないかなと思いますね。というのは BMI の数値はですね、20歳、20歳前後の方から私たち70歳代の人間まで全部おしなべて、まあその BMI のいわゆるまあ理想って言いますか、標準体重値が出てくるわけですよね。ですから、まあその若い人とね、私と今度比べてみたときに、同じ体重ではこれはちょっとやりきれないんですよね。ということは、まあ、
そういうことなんですよね。で、老人組の場合はですね、もう一つその問題が出てくるわけです。これはもう50代、60代になったらそういう症状が出てくるわけですけども、同じものを食べてもですね、すぐそれがエネルギーにつながっていかないんですよね。つまり私は、これは素人考えなんですけども、体内のですね、栄養分吸収能力って言いますかね、が落ちてくる。同時に吸収率がですね、まあ吸収というか吸収される栄養素の率がですね、下がってくるって考えてます。それだけまあ、腸の調子ですよね。いわゆる消化器のその調子がですね、低下してくるということになるわけです。どうしますとね、同じエネルギーを出そうと思いましたらね、食事の量を、つまりカロリーを増やすしかないんですよね。まあこうして、まあいわゆる運動しないままカロリーを増やすもんですから、老人特有のですね、ブヨブヨ太りへと繋がっていくわけです。そうなるとね、もうあとは、まあ、悪循環のまっしぐら、まあ、悪循環をですね、ぐるぐるぐる回りながら、その、まあ、いわゆる、老人特有の、ブヨブヨ太りにへと入っていくわけです。まあ、そういうこともありましてね、ややその手前で、標準体重値、BMI のですね、私のこれ、素人考えですよ。自分が、今その年齢の中で自分で考えた結果ですけども、5%。例えば60キロであるならばですね、3キロ前後マイナスして、例えばその私の身長ですと、59キロが BMI の、まあ、極めて標準的な体重なんですけども、59キロから3キロ引いた56キロぐらいがですね、私たちの年齢の、まあ、最も良い標準体重値ではないかと考えています。などなどなど、いろいろ考えるわけですけどもね。しかし、こういうことを考えている間は、まだ幸せなんですね。まあ、それがなかなか、まあ、実感できないっていうことになってくるわけですけども、それはね、年相応に体中のあちこちがね、ガタ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 してきますけどもね。しかし、同時に、まあ、その、いわゆるまあ、ないものを数える。と言っても2種類ありますからね。あれがない、これがないって言いますとね、寂しいですよ、それは。はい。あちこち体がガタガタきた。もうね、何々ができない。ね、無理もできない。走れないとかいろいろ考えると、まあ、悲しいですけども、逆に今度はですね、2種類のうちもう1種類はですね、例えば悪いものがないという考え方をするわけですよね。前は膝の痛みがない。腰痛もない。肩こりもない。という感じでね、まあ、目もまあまあ見られてなんとかしようっていうのもないっていうような感じで、そのないものを数えるっていうことですよね。ですからまあ、その、あるものを数える。というところはまあ、まあね、あるものは、まああるものはあるんですけども、まあそれは数えているとね、だん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 これはなくなっていくわけですからね。ですからそれは寂しいですから、まあ私はないものを数えながらですね、その2種類のうちの後の方のないものですよ。まあ友達なんか聞きますとね、まあ、75歳前後で、人工関節をつける年齢が、のピークに来るんだそうですけども、それ過ぎますとね、急にみんな諦め始めましてね、まあ、もういいんだっていうふうにして、その範囲で、まあ、生活なさるようになるわけですけども、75歳ぐらいが、まあ、人工関節をつけるピークになるんだそうですけども、その75歳の今、もじきになるんですけどもね、自分というものを眺めてみたときにですね、ああ、私は人工関節をつけなくて済んでいるだけでもありがたいことだなという感じでね、まあ、そういうふうにないものを数えながら、まあ、自分を励ましているということですね。なんて言いますとね、またまた林博士特有のね、寂しくて暗くてね、なんか、ってな感じに思われるかもしれませんけども、それはね、もう、それはもう、そうですよ。それはもう、そうですよって言い方はおかしいですけどもね。まあ、かろうじて頭も、今のところはね、まあ、自分では満足できませんけども、しかしまあ、頭もですね、それなりに動いているしね、まあ、ボケてきてるところもあるかな、とかっていろいろ考えてみたり、ね、そういうことがあると、やっぱり、はっと思う時もありますけども、今のところまだね、まだその、こうしてね、皆さんにビデオダイアリーをお届けすることもできますし、また同時に、その、なんて言いますかね、こうして、YouTube で謎を解くことができますしね、まあ、いろんな新しい発見もしてますからね、まあここのところ調子がいいって言いますかね、新しい発見をしつつあるんですよね。で、私今、今朝もですね、その問題で、まあ、ある意味でかかりきりになって、かかりきりって言いますか、頭には、まあ、その問題がいっぱいになってるんですけども、それをどうするかという問題でですね、悩んでいるんですけども、まあ、今日はですね、ビデオダイアリーで、
まあ、今日は、ね、悲しい、辛いというか、どうでもいい話ばかりしましたので、一つだけね、しておきたいなという話がね、あるんですよ。それは前からそのように思っているんですけども、ミケランジェロの代表作である、あのダビデ像というのがありますよね。あれはミケランジェロがですね、まあ、1501年に、まあ、コミッションというか依頼を受けてですね、制作依頼を受けて、そしてまあ制作にかかったという記録が残っているわけですけども、1501年ですから、その後にまあそのダビデ像の彫刻にかかるわけですけども、ミケランジェロの彫刻の中でも最大級、最もまあよく知られた彫刻の一つということになるわけですけども、まあ、完成されたまあダビデ像ですよね。まあ皆さんご存知の通りです。で、あのダビデ像なんですけども、果たしてあれはダビデなのかってことになるわけですよね。というのは、まあ一つはですね、ミケランジェロはあれをダビデ像としてまあ依頼を受けてダビデ像を作っているわけです。ところがまあ今までの流れからするとですね、ミケランジェロは自分では彫刻はしていない。ミケランジェロは自分では絵を描いていないということになってくるわけです。というのは、いろんなね、場面というかいろんな作品を見ていくとですね、そこに表現されている中身と、それからまあミケランジェロがそういうふうにして説明したであろう題名とが全てちぐはぐなんですよね。最も典型的なのは、やはり瀕死の奴隷とね、それから反抗的な奴隷でしょうね。それからピエタ像も、いわゆるまあサンピエトロのピエタ像もそうですし、フィレンツェのピエタ像もそうですよね。まあ要するに、その当時のミケランジェロが修了しもなかった事実というのが、そうした彫刻の中にも表現されているわけですよね。ですから、まあ、ミケランジェロが彫刻はしていないという前提で、つまり、あのダビデ像は神が彫刻したという前提で考えるとですね、あれは本当にダビデ像なのかということになるわけです。が、しかし、一般的な説明によればですね、あのダビデ像のダビデはですね、陶石、帯っていうのを持ってるわけですよね。それを肩にひょいっとかけているわけです。陶石帯というのはですね、あの帯の間にですね、石を挟んで、くるくるくるっと回して、パッと離すと、手で投げるよりも何倍も遠くまで石を投げられるわけです。で、一説によるとですね、あのソロモンの息子のダビデはですね、でしたね、巨人を倒すんですね、伝説によって。そしてその、巨人を、あの陶石道具を使って巨人に石を投げて倒したという、まあ、故事に習ってですね、つまり陶石帯を持っているから、あの像はダビデ像であるというふうに一般には紹介されているわけです。ところがですね、今までの流れからするとですね、例えばダヴィンチはセントジェロームに見せかけて実は神を描いていたとかね、あるいはまあミケランジェロはカシナの戦いを通して、キリストはね、聖書というところの会員であるというような当時の、まあ、常識でも何もない、そんなことは考えもつかなかったであろう時代にそのような、まあメッセージを書いているとかね、いろいろあるんですよね。ダヴィンチは例えば最後の晩餐に見せかけて、シャマーシュエスとペタネルマルの結婚式を表現しているとかね、まあいろいろある。例えばミケランジェロにしても、最後の審判に見せかけて実はハルマゲドンを書いているっていうようなこともあるわけですよね。つまり、いわゆるその、絵の中に表現されている事実、それは私、林博が一つずつ丁寧に証明してきましたけども、そうした事実と、その題名とがちぐはぐであるわけです。それと、その流れの中で考えますとね、あのダビデ像は果たしてダビデなのかということになるわけです。が、しかし、今先ほど言いましたように、陶石帯を持っているから、あのダビデはダビデ像だということになっているわけです。ところがですね、カイン・キリスト、1500年前後に現れたカイン・キリストはですね、そうしたいろいろな操り人形芸術家を通して、我々たち人間に数多くのメッセージを残したわけです。ところがですね、全体を見ていただくとわかりますように、そのダヴィンチが残した作品、それからミケランジェロが残した作品、ルイはですね、それからずっと時代が飛んで1937年にパブロ・ピカソが残したと言われているあのゲルニカにしてもですね、すべてで神がテーマなんですよね。神がテーマだということです。そうするとね、ですね、あのミケランジェロが彫刻したあのダビデ像は本当にダビデかということになるわけです。というのは、ダビデはね、ユダヤ人の間では英雄ですけども、しかし人間なんですよね。神ではないんですよね。つまり、まあ王になったということもないんですけども、つまりダビデは人間なんですよね。まあ一応、ダビデ王なんて、王という名前で付けて呼んでますけど、それはユダヤ人の人たちはそのように呼んでいるわけですけども、王でもない、ただの、はっきり言えば人間なんですよね。そうしますとそこで、バチバチバチッと矛盾が私の頭の中で火花のように散るわけです。その
ミケランジェロがですね、代表作として彫ったと言われている、あの最も大きな像、ダビデ像がですね、人間のダビデのはずがないわけです。それが私の、まあ、根拠、ベースになっているわけです。その大きな流れの中で、そのように判断していくわけですけども、あれ、果たしてあのダビデ像のダビデは、本当にダビデかということになるわけです。前にも言いましたけれども、ダビデというのはですね、ダビデ王と言われている、その、王はですね、要するに、自分の部下の嫁さんにですね、まあ、横島の恋を抱いてですね、その嫁さんが屋上のね、屋根の上で、沐浴をしているところを見かけてですね、恋に落ちるわけですよ。そしてその嫁さんと深い関係になるわけですよね。と同時に、その嫁さんの元夫がですね、邪魔になるもんですから、その夫をですね、戦場に、まあ、送ってですね、そしてその、まあ、結果的に殺害したような形になるわけですね。そして、そのダビデは、バドティーラというその女の人とね、結婚して、そして、まあ、子供を設けるわけですけども、子供がですね、まあ、その、疫病で死ぬわけですよね。それで、バドティーラはですね、その、たたりに違いないということではないもんですけども、そこでダビデ王とバトティーダーがですね、懺悔を重ねて乗り越えて、まあ、最後はハッピーエンドで終わるというような方なんですよね。どこにもなんて言いますか、そのミケランジェロがですね、最大の彫刻として掘らなければならないような人物ではないわけです。そこが最も引っかかるわけです。ところがまあね、皆さんはダビデ王だ、ダビデ像だって言ってますけども、もともと流れから考えてありえない像ということになるわけです。じゃあ誰かということになるわけです。私はそのあのダビデ像のダビデとして表現されているのはですね、アイオンだと思います。永遠の神、ロードアイオンです。ロードアイオンです。アイオン。永遠の時の神、クロノスと見ますけども、ロードアイオンですよね。はい。というのは、十二球図の最初に出てくる神、すなわち、アイオンなわけです。ですから、の神はアイオンだと思ってます。じゃあ、帯は何かということなんですけども、あの帯はですね、要するによく見ていただくとわかりますように、もうザラザラなんですね。いわゆるまあ、それを布のように表現したといえばそうなんですけども、要するに証拠隠滅してるか、わざと未完成に見せかけたか、それはわかりません。しかし、そういう作品はあるわけです。例えば、ダヴィンチが彫ったと言われて、描いたと言われている戦闘中ロームの絵はですね、あそこの絵の中には、白抜きのライオンが描いてある。だから白抜きのライオンがあるから、あれは戦闘中ロームだってことになっているわけです。そういう例は、未完成の大作に見せかけて、そういうふうにしているわけですね。例えば、ミケランジェロが描いたと言われている埋葬の絵の右下にはですね、シャマー氏のペットのフンババが表現されています。はい。あのフンババを発見したのは私なんですよ。どこかの女の女性の研究者があれはフンババであるということをもうすでに論文にして発表なさっておられますけども、ずるいですね。はい。その部分だけ取り上げてね、スンババですけども、私が発表した後、そういう論文を発表なさっておられます。まあ、いつかね、その論文を一回取り上げてみたいなというふうに考えてます。取り下げるんなら、今のうちですよ。はい。後で恥をかくぐらいなら、今のうちに取り下げておいてくださいよ。ということなんですけどもね。要するに、フンババだということになるわけです。それもあの未完の対策で、あの中には、まあ、ルーブルの方では猿だと言っています。あるいはまた別の学者の先生たちはね、あそこに、ミケランジェロは聖母マリアを描く予定だったというふうに説明しています。とんでもない、フンババです。はい。シャマーシイエスの、ペットのフンババです。というような形でですね、一見他のものに見せかけながら、実は他のものをもっと重大なメッセージを残しているという手法はですね、あちこちにあるわけです。というふうに考えていくとですね、そのダビデ像がですね、透析帯を持ってるから、一短絡的にダビデだっていうふうに決めてかかるのは、待ったってことになるわけです。じゃあ誰かと言いますと、アイオンなんですね。ロードアイオン。主なる永遠の神、ロードアイオンです。LORDAION です。まあ、アイオンってのは2種類スペリングがありますからね、AEON です。皆さんよくご存知のね、イオンというね、まあショッピングセンターありますね。あれは AEON になってますね。ですから、ロードイオン、ロードアイオンですよね。で、ロードアイオン、ロードイオン、主なる永遠の神、主なる永遠の神、しつこいでしょ?これから重要なこと言うんですよ。主なる永遠の神、ロードアイオン、ロードイオンの文字を並び替えてできた名前が、
レオナルド・ダ・ヴィンチのレオナルドなんです。皆さんもね、ロード、L-O-R-D、A-E-O-N と書いて、その字をバラバラにして見立ててみてください。レオナルドの名前になるわけです。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前は、師匠と言われているアンドレア・デル・ベロッキオの名前をバラバラにして組み立てた名前だということです。アナグラムだということです。いいですか？そうしますとね、ダ・ヴィンチ自身も通してね、まあその簡易キリストがそういう作品、いろんな作品を残したんですけども、最終的に記した紙がロード・アイオンなんです。同じように考えていくとですね、あのダビデ像で表現されているダビデはですね、ロード・アイオン、ロード・イオンであっても何もおかしくない。すなわち、ミケランジェロの作品の中でも最大級、最も素晴らしい出来の、まあ出来がいいてますかね、完成された大型の大きい彫刻ですね。最も目立つ彫刻をですね、人間をテーマにして彫ったのではなくて、十二級図の第一神、ロード・アイオン、時の神を彫ったということになるわけです。となるとですね、あの陶石、帯はですね、何かということになるわけです。それは一つには、ひょっとしたら、騙し帯かもしれません。まあ、帯を書いておけばね、ね、その人間たちは皆これを、つまりは、ダビデだと思うだろうという形で逃げた。あるいはですね、もう一つの可能性はですね、あそこには十二球図の絵が描いてあったっていうふうに私は考えています。実際、古代ギリシャのね、アイオンの絵の中にはですね、帯を持ったアイオンが表現されているんです。はい。その帯には十二球図が描いてあるんですよね。というのはアイオンというのは今も言いましたように、時の神、永遠の神の第一神ですから。第一番目に出てくる神ですから当然ですよね。で、その帯を真似て、いわゆるまあ、それをですね、ミケランジェロなる画家を、彫刻家を通してですね、1500年の簡易キリストはダビデ像をミケランジェロに作って与えたということです。その時にミケランジェロがですね、これはまずいよということで、まあ、いわゆる捏造したことも考えられるわけです。結構捏造してあるんですよ。第一の例として挙げるのが、あの、ミケランジェロが彫刻したと言われているピエタ像です。いわゆるサンピエトロのピエタ像です。若干23歳の時に彫ったと言われているピエタ像です。あのピエタ像には聖痕が彫られています。しかしそれは後から誰かが辻褄合わせのために彫り込んだ聖痕です。その証拠に、あのピエタ像の、あの中に、のイエスの足の裏にはですね、聖痕がありません。これはですね、私の、まあ、いわゆる発見した中でも、決定的な、極めて重要な意味を持つ発見であったと思います。ともかくも、そのような形でですね、彫刻ですから、後からある意味でね、加工することによって証拠を消せるということになるわけです。では、誰かということなんです。それを今日ね、朝からずっと悩んではいるんですけども、あの、ダビデ像で彫刻されているダビデは、ロード・アイオン、すなわち、レオナルド、すなわち、レオナルド・ダ・ヴィンチ、すなわち、カイン・キリストというふうにつながっていくわけです。その証拠が一つあるんです。私は自分の一連の動画の中で、出し惜しみはしないというふうに心がけてきました。ですから、ここでも出し惜しみしないで、皆さんにお伝えしたいと思います。レオナルド・ダ・ヴィンチはですね、ウィトル・ウィブス、ビトル・ヴィルス・メンという絵を描いています。四角とコンパス、直角定規で描いた四角、コンパスで描いた円の中にきちんと収まる形で人間の人体図を描いています。あの人体図の中に表現されている人物の顔と、まさにロード・アイオン・カインです。その証明もしました。の顔とダビデ像の顔がほぼ一致するわけです。ただし年齢差が大きいんですよね。ダビデ像のダビデはですね、若くて18歳に20歳前後だろうと思います。ところがウィトル・ウィルスの男の顔はですね、どう見ても40歳前後なんですよね。はい。ですから、その顔が一致してないんです。ほとんど同じです。ほとんど同じなんだけども、一つ大きく違うところが口の開き方なんです。ま、あの、その顔が元になって私たちがよく知っている、いわゆるウィトル・ウィルスのね、あの男の顔が元になって、そして私たちがよく知っている髭もじゃもじゃのあのレオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画と繋がっていくわけですけども、ウィトル・ウィルスの口は、この男の口はややその中間と言ったらいいのかな。中間的な口の広さなんですね。
しかしダビデ像の中に表現されているダビデの口はですね、上品で口がうんと狭いんですよね。そこだけが引っかかるんですよ。ですからその事実をね、私はどうなんて言いますか、判断したらいいのか。ここでね、イコールダビデ像イコールロード・アイオンイコールレオナルドイコールウィトリウスの男イコールカイン・キリストであると言い切っていいのかどうかという部分で悩んでいます。しかし結論的に言えばですね、一つの仮説として、まあこれが今日のねビデオ第一の結論ということになるわけですけども、ダビデ像の中に表現されているアイドルのダビデはですね、つまりカイン・キリストの若い頃の自画像、自画彫刻ということになる、バイ林博士ということになります。もうこれもですね、ダビデ像に対するまあ逆転的な大手ということになるわけです。まあ逆転大手ですよね。はい、ということになります。という視点でね、今一度皆さん、あのダビデ像のダビデと、それからウィトル・ウィウスの男として表現されているあの男の顔を見比べてみてください。その他のね、傍聴部分については、すでに私の動画の中で証明してますので、興味のある方はそちらをご覧になってください。ということで、まあね、今日は全般くだらない話しましたので、後半でね、何か身のある話をしたいと思いましたので、ダビデ像についての話をしました。ということで、今日のビデオダーリーこれで終わります。 Bye for now.僕はね、ずっと前、まだ人が知らない和音があるということを聞いたことがあるよ。その和音というのはね、あのダビデ王が使ったもので神を喜ばしたというよ。しかしね、君はそこまで音楽にこだわっていないよね。でね、その和音というのはね、こういうものなんだよ。四度、五度と和音をつなげて、続いて単調で下げ、長調で上げていくというものなんだよ。ダビデ王はね、苦労しながらそうやってハレルヤを作曲したんだよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。でね、君の信仰は確かに強いものだったよね。で、君はその証を必要としたよね。君は彼女が屋根の上の屋上で沐浴しているのを見たんだよね。君は彼女の美しさと月明かりに圧倒されたんだよね。彼女の美しさがね、君を台所の椅子に釘付けにしたというわけさ。その彼女の前では王座なんてものは崩れ去り、そしてその時彼女は君の髪の毛を切ったんだよ。そしてそれから彼女の唇から彼女はハレルヤを歌い始めたんだよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。さて、僕の恋人よ、僕はね、前にここに来たことがあるよ。この部屋を見たこともあるしね、それにその床の上を歩いたこともあるよ。分かっているだろう。君を知る前にはね、僕は一人ぼっちだったんだよ。そしてね、僕はその大理石のアーチの上に君の
旗を見たことがあるんだよ。そして愛といってもね、それは勝利の勝ち時をあげるようなものではないんだよ。愛というのはね、冷たくも壊れた傘下のようなものなんだよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。それにね、君がそれを僕に教えてくれた時があったよね。月明かりの下で何が起きているかをね。しかしね、今はね、もう君はそれを僕には見せてくれないよね。そしてね、僕が君の中で心を動かしたことを覚えているかな。そしてその時、聖なる鳩も動き出したんだよ。そして一呼吸ごとにね、僕たちの口からハレルヤが出てきたんだよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。多分ね、僕たちの上に神はいるんだよ。しかしね、それが僕が愛から学んだ全てなんだよ。それはまさに電撃に打たれるような衝撃的な愛だったよ。そしてね、それはね、君が夜中に耳にするような泣き叫び声ではないんだよ。それはね、その光を見たことがある誰かでもないんだよ。愛というのはね、冷たくも壊れた傘下のようなものなんだよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
I just wonder who is you and who is she in the song of Hallelujah in the music composed by Leonard Cohen。 この歌の中に出てくる歌詞はサミュエル書に出てくるダビデとバッドシェバの出会いの状況と酷似しています。ダビデは月明かりの下でダビデの兵士の一人であるウリアの妻のバトシェバが屋根つまり屋上で沐浴している姿を見て、そして恋に落ちます。ダビデとバトシェバは互いに愛し合うようになりますが、やがてバトシェバは妊娠します。ダビデはそれを隠すためウリアに城で一緒に住むように計らいますが、ダビデの妻のミカルによってその思いは失敗します。そこでダビデはウリアを最前線に送り、ウリアが戦争で死ぬように仕向けます。でその後ダビデとバトシェバは結婚しますが、生まれた子供はやがて亡くなります。バトシェバは神の罰により子供は死んだと自分を責めますが、ダビデはそれを否定します。で二人は罪の意識に苦しみながら過ごすことになり、王国は飢餓に襲われるようになります。が二人は懺悔に懺悔を重ね、やがて神に許されるところとなります。同時に雨が降り、王国は飢餓から救われます。広志林、浜松市、ジャパン。
Michelangelo ha lasciato numerosi dipinti e sculture. Tuttavia, nessuno di essi corrisponde al titolo e al contenuto. Ad esempio, una delle sculture più note è il Mosè di Michelangelo. Tuttavia, quella scultura non è Mosè, che ha ricevuto i 10 comandamenti. È il Dio che ha dato a Mosè i 10 comandamenti. Allo stesso modo, le sculture intitolate The Ding Slave e The Rebellious Slave non sono schiavi. Sono Shamash Gesù, che furono uccisi prima di essere crocifissi e giustiziati. C'è anche una statua della pietà, che si dice sia il grande capolavoro di Michelangelo. La donna rappresentata nella statua non è la Madre Maria, che si dice sia la madre di Gesù. La donna lì è Maria di Betania, la moglie di Shamash Gesù. Ci sono molti altri esempi, ma nessuno corrisponde al titolo e al contenuto. Ma perché il problema è finito così? Una possibile ragione potrebbe essere che lo stesso Michelangelo non abbia prodotto personalmente queste opere. In altre parole, Michelangelo potrebbe aver ricevuto queste opere dal Dio che ha manipolato Michelangelo dall'alto. Inoltre, potrebbe essere perché Dio non ha spiegato il contenuto di tali opere. In altre parole, Michelangelo era solo un burattino. Lo stesso si può dire poi per la statua del David, che conosciamo. In altre parole, David, che è rappresentato come una statua di David, non è un re umano, David. È impensabile che uno scultore che è un dio scolpisca una scultura con un essere umano chiamato David, un re umano, come soggetto. Date le dimensioni della scultura. Sospetto che la statua di David fosse il dio molto più alto, il dio più alto, Eone. Dio in Dio, questo è Eone. Quella è la statua di David. Spiego su questi fatti sopra in questo video. Michelangelo Buonarroti left behind numerous paintings and sculptures. However, none of them match the title and the content. For example, one of well-known sculptures is the Moses of Michelangelo. However, the sculpture is not Moses who received the Ten Commandments. It is a God who gave Moses the Ten Commandments. Similarly, the sculpture entitled The Dying Slave and The Rebellious Slave are not slaves. They are Shamash Jesus who were killed before being crucified and executed. There is also a statue of Pietà, which is said to be Michelangelo's great masterpiece. The woman represented in the statue is not the Mother Mary, who is said to be the mother of Jesus. The woman there is Mary of Bethany, the wife of Shamash Jesus. There are many other examples, but none of them match the title and content.ミケランジェロ・ブアノルティは数多くの絵画や彫刻を残しましたが、そのどれもが題名と内容が一致していません。例えばよく知られた彫刻にモーゼ像がありますが、あの彫刻は実戒を授かったモーゼではありません。それはモーゼに実戒を渡した神、神自身です。同じように瀕死の奴隷や反抗的な奴隷と題された彫刻は奴隷ではありません。それらは十字架にかけられ処刑される前に殺されたシャマーシュイエスです。他にもミケランジェロの代表作と言われているピエタ像があります。
その像の中で表現されている女性はイエスの母と言われているマダー・メアリーではありません。その女性はシャマーシュ・イエスの妻のベタニアのマリアです。他にもいろいろな例がありますが、ともかくもそのどれもが題名と内容が一致していません。Why did the problem end up like this? One possible reason may be that Michelangelo himself did not produce these works himself. In other words, Michelangelo may have been given these works by the God who manipulated Michelangelo from above. Furthermore, it may be because God did not explain the contents of such works. In other words, Michelangelo was just a puppet. Then, the same can be said for the statue of David, which we are familiar with. In other words, David, who is represented as a statue of David, is not a human king, David.It is unthinkable that sculptor who is a god would sculpt a sculpture with a human being named David, a human king, as a subject. Given the size of the sculpture, I, Hiroshi Hayashi, suspect that the statue of David was a much higher god, or the highest god, Eon, or Ion.The God of all gods, that is, Ion. That is the statue of David. I, Hiroshi Hayashi, explain about these facts above in this video. が、問題はなぜこんなことになってしまったのでしょうか。理由の一つとして考えられることは、ミケランジェロ自身がこうした作品を自分では制作していなかったからではないでしょうか。つまりミケランジェロはこうした作品をミケランジェロを上から操っていた神自身から与えられていたからではないでしょうか。さらに言えばこうした作品の内容の説明をミケランジェロは神から受けていなかったからではないでしょうか。つまりミケランジェロはただの操り人形だったということになります。となると私たちがよく知っているダビデ像についても同じことが言えるのではないでしょうかということになります。つまりダビデ像として表現されているダビデはダビデではなかったと。そもそも神である彫刻家がダビデという一人の人間を題材にして彫刻を彫刻するなどということは考えられません。その彫刻の大きさからして私はそのダビデ像として彫刻されているダビデはもっと上位の神、最高位の神、つまりアイオンではなかったかと考えています。神の中の神、それがアイオンです。それがあのダビデ像ということになります。これらの事実を私はこの動画の中で皆さんに説明します。広志林、浜松シティジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。これが永遠の神アイオンということになります。まあ、世界最古最もよく知られたアイオンのモザイク画です。右下に描かれているのが大地の神テルスです。ローマ名ガイアということになります。そしてこの赤い枠で囲ったのが神アイオンということになります。永遠の時の神、十二宮図の最初の神ということになります。で、この
アイオンとダビデ像と見比べてみてください。まあ、共にラ像であるということですけども、それだけではありません。左右反転してみますと、そのポーズは全く同じになります。つまりダビデ像なるものはですね、アイオンをモデルにして作られた像ということになるのではないでしょうか。注意深く比較してみてください。ボサボサの頭ですよね。それから手に布のようなもの、革紐を持っています。これはダビデがですね、この陶石帯でですね、石を投げて、そして巨人をですね倒したという話になぞらえたものと一般には解釈されています。確かに革紐のような帯が背中の方にも表現されていますが、左のアイオンもですね、右手で帯のような十二球図のその図をですね、手で握っているのがわかります。そしてポーズが同じです。中心が向かって右の足の方にかかっています。そして向かって左の腕足は軽く曲げています。林博士はこれは無視できない事実と考えていますが、中央の像はダビデの像ということになっています。左は神の中の神アイオンということになっています。で、中央のダビデ像はですね、巨大さから考えて私は最高位の神を彫刻したものだと考えています。ダビデというのはつまりは人間の王です。人間の王をですね、神なる彫刻家が彫刻するはずはないのです。そしてロードアイオンをバラバラにしてですね、並び替えるとレオナルドとなります。私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物はですね、こうして自分の名前を作ったということにもとも考えられます。なおレオナルド・ダ・ヴィンチという名前はですね、師匠であったアンドレア・デル・ベロッキオの名前のアナグラムです。まあ、つまりこのような形でレオナルドと、まあ、称したその、まあ、人間といいますか人物はですね、神の名前を取ってつまり自分の名前としたということになります。もちろんレオナルド・ダ・ヴィンチは神ではありません。もし神であるならばですね、ここで顔が一致するはずです。左がダビデ像です。右が私たちがよく知っている年老いてからのひげもじゃもじゃのレオナルド・ダ・ヴィンチということになりますが、この両者は顔が似ていません。若い、まあ、年を取っているの違いはあるかもしれませんけども、それを乗り越えても同一人物とは言い難い。特に口の大きさですね。つまりこのような形でレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物がですね、少なくともアイオンではなかったということになるということになります。アイオンというのは神の中の神、最高位の神ということになりますが、ここで話が終わるわけではありません。前もって皆さんに話しておきたいことはですね、私たちがよく知っているミケランジェロなる芸術家は、つまりは神の操り人形であったということです。それを表現したのがシセーナ礼拝堂の壁画のあの私たちが最後の審判と呼んでいる絵ということになります。Michelangelo Buonarroti has been said to have painted his shell or peeled off skin of himself in the mural painting of Cappella Sistina or Sistine Chapel in Vatican. It is in the Last Judgment or a well-known painting mural in Cappella Sistina. But the question is that, why did King ChristDraw such a picture in the mural of the Last Judgment. In the center of the mural is King Christ. The number 77 is its evidence hidden under it. 77 means Christ in Jewish gematria. Below the picture of Christ is Michelangelo's shell. If you decipher the code,
hidden in the picture as it is, you will know that Michelangelo was nothing but just a shell. In other words, Michelangelo's just a puppet artist who was manipulated by King Christ as a minion of King Christ. Yes, he was. In fact, Michelangelo Buonarroti didn't create anything himself, be it sculptures or paintings. All of his masterpieces, which have been said to be his, were either sculpted or painted by the god above him, King Christ. Michelangelo was just a puppet artist of God. In other words, Michelangelo's works were not created by human Michelangelo, but by God himself as messages to humans. In other words again, if Michelangelo's work can be carefully deciphered, we humans can read the messages given from God to humans. Ladies and gentlemen, here is a sculpture. Generally, it is said to be the statue of Moses that is said to have been sculpted by Michelangelo Buonarroti. The statue holds stone slabs of the Ten Commandments in his arm. Therefore, they say it is a statue of Moses. But is this theory really correct? Michelangelo depicted the image of God on the ceiling of the Cappella Sistina. It is a picture generally named the Creation of Adam. However, the God depicted in this picture is exactly the same as that of the statue of Moses. Not only the shape of the face, but also the shape of the ear is exactly the same in every detail. Then, what should we think about this fact? One is a sculpture, and the other one is a painting. So, there are two possibilities. First, Moses is God. Or, on the other hand, God is Moses. However, the person depicted in the Cappella Sistina is God, not Moses, which is correct. However, Moses shown in the statue of Moses has stone slabs of Ten Commandments. They are stone slabs that are said to have been given to Moses by God. So, after all, the image of Moses is Moses. But this idea is inconsistent. God will be Moses. Then, when you enter such mysterious maze, you reverse your consciousness. In other words, the person represented by the statue of Moses is God himself. In other words, it is a God himself who is trying to give Moses slabs, not Moses who receives the slabs. The proof is that Moses, or the statue of Moses, has two horns on his head. The image of the statue of Moses is God himself. We are just accepting the words someone first said, and we are assuming that it is Moses. This is the case. But the image of Moses is God himself. It is a sculpture that God himself is trying to give Moses slabs. If not, then why is the statue of Moses and the face of the God in the Cappella Sistina the same in every detail? Furthermore, Michelangelo himself, unaware of these facts, painted the Cappella Sistina and sculpted Moses
after 30 years later. In other words, these works were not sculpted or drawn by Michelangelo, but by God himself. Even more mysterious is the match between these two figures and the face of the statue of Zeus discovered 200 years later. It is a statue of Zeus that Michelangelo never knew. So, the only answer of mine to this mystery is the paintings of the Capella Sistina, the statue of Moses, and the statue of Zeus were works of the God. ここに一体の彫刻があります。一般にはミケランジェロ・ブアロヌティが彫刻したと言われているモーゼ像です。その像は10階の石板を腕に抱えています。だからモーゼ像ということになっていますが、本当にこの説は正しいのでしょうか。ミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の天井に神の姿を描いています。一般にはアダムの創造と呼ばれている絵ですが、この絵の中に描かれている神は先のモーゼ像と全く同じです。顔の形はもちろんのこと、耳の形まで細部まで同じです。となるとこの事実をどう考えたらよいのでしょうか。一方は彫刻であり、他方は絵画です。で、考えられる可能性は2つ。1つはモーゼと呼ばれていた人物は神である。もう1つは逆に神というのはモーゼのことであるが、システィーナ礼拝堂に書かれている人物はこれは神です、モーゼではありません。となると両方とも神であるということになってしまいますが、モーゼ像で示されているモーゼは10階の石板を持っています。モーゼが神から授かったと言われている石板です。だからやはりモーゼ像はモーゼということになるのでしょうかが、この考え方は矛盾します。神はモーゼということになってしまうからです。で、こうした謎の迷路に入り込んだときは意識を逆転させます。つまりモーゼ像で表現されている人物は神自身であると、つまりモーゼに石板を与えようとしている神自身である。その証拠にモーゼ像のモーゼには頭に角があります。その像は神自身ということになります。私たちは誰かが最初に言った言葉をそのまま受け入れてしまっているのではないでしょうか。そしてそれがモーゼ像であると思い込んでしまっているだけなのではないでしょうかが、モーゼ像なる像は神自身の像である。神自身がモーゼに石板を与えようとしている像である。繰り返します。モーゼ像なる像はモーゼが神から石板を受け取っている像ではなくて、逆、神自身がモーゼに石板を与えようとしている像である。で、ないというのなら、なぜモーゼ像とシスティーナ礼拝堂に書かれている神の顔が細部に至るまで同じなのでしょうか。さらに言えば、ミケランジェロ自身もこうした事実に気がつかないままシスティーナ礼拝堂の絵を描き、その30年後にモーゼ像を彫刻したということになります。つまりこうした作品はミケランジェロ自身のものではなく、神自身が彫刻したり描いたものであるということになるのではないでしょうか。さらに不思議なことが続きます。これら二人の人物と、さらにそれから200年後に発見されたゼウス像の顔が一致します。ミケランジェロ自身が知る由もなかったゼウス像です。で、こうした謎を解く唯一の答えはこうなります。
システィーナ礼拝堂の絵もモーゼ像もそしてゼウス像も神々の作品であったと。広瀬林浜松市ジャパン。According to the collection of other documents, Michelangelo's painting entitled The Entombment is supposed to be Michelangelo's work drawn in 1501. But no one knows if it's really a Michelangelo's work. In other words, The Entombment is supposed to be a painting inFull mysteries. By whom and when was the entombment drawn? It seemed to have a long and complicated story in it, but only one thing is clear, that a very important message of God was hidden in its painting. Michelangelo Net official website writes about the entombment as follows.The entombment, which is displayed in London National Gallery, is now widely attributed to the master of the Italian Renaissance, Michelangelo Buonarroti. This unfinished painting is thought to be the altarpiece that was commissioned from Michelangelo for the Church of Sant'Agostino in Rome around 1501.However, it was never delivered, and Michelangelo returned the payments he had received. Perhaps because the entombment is unfinished, there is no surviving reference to the painting by any of Michelangelo's contemporaries. ミケランジェロが描いたとされる埋葬と題された絵について他の文献の称号からミケランジェロの埋葬と題された絵画は一応1501年に描かれた作品ということになっていますが、それがミケランジェロの作品かどうか本当のところ誰も知りません。1640年代になって初めてそれがミケランジェロの作品として公式に認定されました。つまり埋葬は謎に満ちた絵画ということになっています。誰によっていつ埋葬は描かれたのか、それを話せば長くて複雑な話になりますが、それはともかくもこの絵画の中には神から人間に与えられた重要なメッセージが隠されていたことだけは事実です。広瀬林浜松シティジャパン。Initially, at the earliest stage of its history, Hegel led the way, and Inanna Maria and her brother Utz Shamash launched the archetype ofChristianity. Another name for Hegel is Prometheus or Lucifer. That's why on the coat of arms of Vatican, three initials of IHS are used by successive Roman Catholic popes today. In other words, they took the initials of Inanna, Hegel, and Shamash to make itIHS. The symbol mark of Roman Catholicism is a combination of the Inanna symbol mark representing Venus and the Shamash symbol mark representing the sun. But Shamash turned over to Mithraism on the way. That is why Shamash Jesus was murdered by the three of Inanna Maria,John the Baptist and Judas Traitor. It is
Hillel's son, Marduk, who had succeeded Shamash Jesus and has protected his position. And together with Marduk, it is Cain, Adam's son, who has assisted Marduk as a savior. The Cain became the human savior. So, Marduk, Jesus and Cain Christ together are now called Jesus and Christ. By the way, Shamash Jesus had a wife, a woman named Maria of Bethany is a wife. She was Martha's sister, Martha, who took care of Shamash Jesus. As her husband, Shamash Jesus was murdered, Maria of Bethany was deeply saddened. The statue of Pietà, which is said to have been sculpted by Michelangelo Buonarroti, is a sculpture that shows her deepest sorrow. It is Maria of Bethany who holds murdered Shamash Jesus, her late husband. And that Maria of Bethany was already pregnant when Shamash Jesus was murdered, and their son, Judah, was born. Maria of Bethany dared to name her son Judah. Judah was named after Judah the traitor who murdered his husband Shamash Jesus. This is important. It means that Maria of Bethany carried out Shamash Jesus' ultimate teaching, forgive your enemies. So, Maria of Bethany is the ultimate executor of love. In other words, the lady we now call the Holy Mary is Maria of Bethany. Besides these facts, another name for Inanna Maria is Ishtar. When Christianity became the national religion in the Roman era, Ishtar changed its name to Easter, and Roman Catholics still celebrate Easter as the largest festival.当初、ヘイレルが中心となり、イナンナ・マリアと彼女の兄のウツ・シャマーシュによってキリスト教の原型が立ち上げられました。ヘイレルのまたの名はプロメテウス、あるいはルシファーです。現在、ローマンカトリックの歴代の法王が使っているコート・オブ・アームス、つまり紋章に IHS と書かれているのはそういう理由によるものです。つまり、イナンナ、ヘイレル、そしてシャマーシュの頭文字を取って IHS としました。なお、ローマンカトリックの紋章は金星を表すイナンナの紋章と太陽を表すシャマーシュの紋章を合体させたものです。が、シャマーシュは途中でミトラ教に寝返ります。それが理由でシャマーシュイエスはイナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、それに裏切り者のユダの3人によって殺されます。そのシャマーシュイエスの後を継いでイエスの立場を守っているのがヘイレルの息子のマルドックということになります。そのマルドックを側面から助けていたのがアダムの息子のカインということになります。そのカインが現在人間の救世主、つまりキリストとなりました。つまりマルドックイエスとカインキリストの2人を合わせて現在その人たちをイエスキリストと呼んでいます。で、シャマーシュイエスには妻がいました。ベタニアのマリアという女性がその妻です。シャマーシュイエスの世話をしていたマルタ、マーサの妹です。夫シャマーシュイエスが殺され、ベタニアのマリアは
深い悲しみに包まれます。その様子を表したのがミケランジェロ・ブアルヌティが彫刻したと言われているピエタ像です。亡き夫のシャマーシュ・イエスを抱いているのがベタニアのマリアということになります。そしてベタニアのマリアはシャマーシュ・イエスが殺害された時すでに身ごもっていました。そして生まれたのが息子のユダです。ベタニアのマリアは自分の息子の名前をあえてユダとしました。夫シャマーシュ・イエスを殺した裏切り者のユダの名前を取ってユダとしました。ここが重要です。何時の敵を許せという、つまりはシャマーシュ・イエスの究極の教えをベタニアのマリアはそのまま実行したということになります。つまりベタニアのマリアこそが愛の究極の実行者ということになります。言い換えると現在私たちが聖母マリアと呼んでいるその方はベタニアのマリアということになります。なお偉大なマリアの別名はイシュタールです。ローマ時代にキリスト教が国教となるとイシュタールはイースターと名を変え、現在の今もローマンカトリックではイースターを最大の祭りとして祝っています。もう皆さんお分かりですね。私たちがアベマリアと呼んで尊敬してやまないその方は、つまりはベタニアのマリアということになります。
According to the official website of Vaticano, it explained about one of the most well-known frescoes in Cappella Sistina by Michelangelo Buonarroti, a fresco so-called The Creation of Adam, as follows. The Creation of Adam is possibly the most famous of the chapel's frescoes. Like a touch with a finger, God gives life to Adam, made his likeness. It was painted around the year 1511, public domain. I, Hiroshihayashi, however, have got a quite different view and idea about this fresco, The Creation of Adam. バチカンの公式ホームページによれば、システィーナ礼拝堂の天井画のフレスコ画の一枚、つまりアダムの創造として最もよく知られている絵について次のように説明しています。アダムの創造の絵はその礼拝堂の中でも最も有名なフレスコ画である。神は自分に似せて作ったアダムに今まさに指を触れ、アダムに命を与えるところである。1511年頃の作品である。が本当にそうでしょうか。私林博氏の解釈はこの解釈とは全く違ったものです。博氏林、浜松市、ジャパン。この左に描かれている人物はローマンカトリックが説明するようなアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこの動画の中でします。で、皆さんをカペラ・システィーナへ案内します。このシスティーナ礼拝堂の天井にその絵が描かれています。この天井画の中心部にそれが描かれています。矢印で囲んだ部分です。この絵について公式にはアダムの創造と説明されていますが、これはアダムの創造などというような生優しい絵ではありません。この絵の中には大変な秘密が隠されていました。で、このエポックタイムズ公式ホームページの中にそれが説明されています。この中心ですね、2人の人物が今指と指を合わせようとしているという絵ですが、本当にそうでしょうか。ポルトガル語の言語を日本語に翻訳してみました。ここが今日の最初のポイントですから、もう一度読んでみます。アダム創造の絵でカペラ・システィーナでは最もよく知られた絵である。指を触れることで神は彼に似せて作ったアダムに生命を与えるところである。と、左がアダム、右が神、つまりエルシャダイということになります。が、この絵を見る限り、左のアダムは神に生命を与えられる前にすでに生きているかのように見えますが、それはともかくも左のアダムはこれはアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこれからしてみたいと思います。
では検証してみましょう。もう一度カペラ・システィーナの礼拝堂に戻ります。壁画を見てください。この中央に描かれている人物に注意してください。この人物ですね、まあ、神ということになるわけですけども、最後の審判をしている神ということになります。この中央に描かれている人物と、先ほどお見せしました天井画の方のこの人物と比較してみてください。アダムということになっていますが、これら2人は全く同じ人物です。顔の、まあ、見る角度が違いますから、やや違って見えるかもしれませんけども、細部を比較していきますと同じだということがわかります。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。特にこの鼻ですね、そしてから鼻の穴の表現の仕方、そして髪の毛が縮れている様など、違いがないという点で、まあ、この二人は同じと見ます。角度が違ってもですね、顔は顔、同じ顔は同じ顔ということになります。ここを最初に出ますか、確認しておいてください。ではこの向かって左の人物は誰かということです。その謎を解く鍵が、その壁画自体の中に隠されていました。中央の人物を見てください。そしてその下に2人の人物が描かれています。この2人の人物の中に77という数字が隠し込まれていました。隠し文字です。一文字です。77です。注意深くご覧ください。そしてその77はカバラの非数学、つまりジュイシュゲマトリアによればキリストを意味します。ジュイシュゲマトリアです。この赤い枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。クライストシンプルゲマトリア77ですね。なあち77はキリストを意味します。つまりこの中央に描かれている人物はイエス・キリストということになります。 by 林博士発見です。もう一度確認してください。77ですね、キリストです。そして77はジュイシュゲマトリア、ユダヤのゲマトリア、わかりやすく言えば暗号によればキリストを意味します。つまりこのような形で1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通して、ここに描かれているのはイエス・キリストであるということを示しました。それが私たち人間に対するメッセージということになります。そしてそれと同じ顔の人物を天井画のあのアダムの創造の絵の中に描きました。左上が壁画、右が天井画ということになります。この二人の人物の顔は同じです。イコール左がキリストですから、右もキリストということになります。アダムなんかではありません。その証拠にもう一度この2枚の絵を見てください。ハンドジェスチャーに注意してください。ハンドジェスチャーです。中指と薬指がくっついています。注意深くご覧ください。つまりこれはシグナム・マラノ、マラノの手です。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。ユダヤ教徒たちはキリスト教の迫害を逃れて、密かにキリスト教徒のふりをしながらユダヤ教を信仰しておりました。そのシンボル的なハンドジェスチャーがシグナム・マラノということになります。後のイエズス会、そしてその前後のイルミナティのハンドジェスチャーということになります。このような形で隠れユダヤ教徒たちは自分たちはユダヤ教徒であることを示しました。シグナム・マラノです。つまりここに描かれている神はアダムなんかではなくてイエス・キリスト自身であったということになります。が
左がイエス・キリストであるとするならば、ローマンカトリックにとっては誠にもってまずい絵ということになります。つまりこれはイエス・キリストと神が指と指を合わせようとしているような絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が手と手を離してたもとを分かとうとしている絵ということになります。イエス・キリストと神が分かれようとしている絵ということになります。だから右の神の周囲の人物をもう一度よく見てください。ここには笑いもなければ喜びもない、どの顔も恐れ悲しみおののき、そして不安そうにイエス・キリストを眺めています。そして中央にいるエルシャダイと思われる神も何やら険しい表情をしています。これはキリストと神が指を合わせようとしているその瞬間の絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が別れようとしているその瞬間の絵ということになります。Marano is a term used for those Jews living in Liberia who converted or were forced to convert to Christianity yet continued to practice Judaism in secret. The term specifically refers to the accusation of crypto-Judaism. Michelangelo Buonarroti was most surely one of the Maranos. もともとマラノスあるいはマラノという言葉はローマンカトリックの迫害を恐れカトリックに改宗したイベリア半島に住んでいたユダヤ教徒や隠れユダヤ教徒を意味したユダヤ教徒の別紙語、つまり軽蔑語として使われていた言葉です。イベリア、つまり現在のスペイン、ポルトガルのあるイベリア半島全体を言います。こうした隠れユダヤ教徒たちは互いの立場をハンドジェスチャーを使って教え合っていました。中指と薬指をくっつけたハンドジェスチャーです。それはともかくもミケランジェロ・ブアノルティも明らかにそのユダヤ教徒、つまりマラノスでした。広し林浜松市ジャパン。ミケランジェロが描いたとされるカペラ・システィーナの壁画です。この壁画は見れば見るほど謎めいた壁画です。まず最上部を見てください。ここに十字架が描かれています。イエス・キリストのシンボリックな十字架ということになります。そして反対側にはローマのバトンが描かれています。権威の象徴としてのバトンです。職上とも言います。なぜこんなバトンがこんなところに描かれているのでしょうか。もう一度ここを確認しておいてください。この壁画の最上部には十字架とそしてローマのバトンが描かれています。まあ、権威の象徴としてのバトンということになります。でここを確認しておいてください。左が十字架、そして右がローマのバトンです。指揮者が使うバトンも、まあ、指揮棒と言いますけども、あれもバトンです。最上部の形が酷似している点に注意してください。なぜこんなところにバトンを書いたかですね。で検証
重ねてみます。この絵でまず気になるのがこの場面です。中央にイエス・キリストと思われる神が立っています。人間は小さく描かれています。神々はその 1.5 倍から2倍近く大きく描かれています。その両側を2人の人物が囲んでいます。がこの2人の人物は視線こそイエス・キリストの方を向いていますが、何やら険悪な様相です。互いにいがみ合っているといった雰囲気ではないでしょうか。繰り返します。イエス・キリストを挟んで何やらいがみ合っているような雰囲気です。なぜミケランジェロ・ブラノテ、つまり1500年後のイエス・キリストはこのような絵を描いたのでしょうか。一般には最後の審判と言われていますけれども、本当にそうでしょうか。もう一度この壁画に戻ってみてください。この神、つまりイエス・キリストの向かって左側、右手を見てください。マラヌスの手をしています。シグナム・マラーノです。中指と薬指をくっつけています。別の壁画にも同じ指が表現されています。まあ、神と人間が手を合わせようとしているというふうに説明していますが、私林宏はまさに人間と神が離れようとしている場面だと解釈しています。逆です。ともかくもこの中指と薬指を見てください。やはりシグナム・マラーノ、つまりマラヌスの手を表現しています。マラーノというのは隠れユダヤ教徒の別死語でした。つまり、まあ、ミケランジェロなる操り人形芸術家を通して1500年後のイエスはここに描かれているのはユダヤ教徒であることを示したということになります。同じようにテータオ像でもそれが表現されています。このマリアの向かって左側、右手を見てください。やはりシグナム・マラーノが表現されています。中指と薬指がくっついています。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、ミケランジェロなる操り人形芸術家を通して自分の姿勢を示したということになります。もう一度確認してください。神々はですね、皆シグナム・マラーノを表現しています。このハンドジェスチャーはイルミナティ、そしてその後に発足するイエズス会のハンドジェスチャーへとつながっていきます。が奇妙なことに、このイエス・キリストの向かって左側に佇んでいる女性、つまりマグダラのマリアはサバジオスの手を表現しています。手を注意深くご覧ください。薬指と小指を曲げ、残り3本を軽く伸ばしています。サバジオスの手です。サバジオスというのは古代、トラシアンの神です。フリジアの、まあ、隣ということになります。トラシアンの古代の神です。これがサバジオスの手です。そしてそのハンドジェスチャーはバフォメットのハンドジェスチャーへとつながっていきます。バフォメットの両手を見てください。やはり薬指と、小指を曲げ、残り3本を伸ばしています。このようにしてハンドジェスチャーを通して、システナ礼拝堂の壁画とサバジオスと、そしてバフォメットがつながっていきます。まあ、今日のテーマではありませんので、この話はここまでにしておきます。もう一度システナ礼拝堂の壁画に戻ってみます。で、この壁画はですね、ぐるっと時計回りに、地上から天井、そして審判を受けて、ふさわしくない人たちは、まあ、地上へ、地獄へと落とされていくというふうに一般に説明されていますが、ここにもやはり一文字の形で隠し文字が仕込まれていました。77と読むことができます。77というのは、ユダヤ・ゲマトリアによれば、つまりカバラ指数学に基づく、まあ、暗号によればですね、クライスト、つまりキリストを意味します。77はキリストです。そしてその横なんですけども、50と読むことができます。50と読むことができます。50というのはやはり11種ゲマトリアによれば、聖書のビブリカルという意味です。そしてその横、この2が厳しいですけども、まあ、あえて2と読むことにしました。その理由はこの後に続く動画の中で説明します。27、つまり権威、
と読むことができます。旧約聖書の中のカインです。でこの775027をつなげて読みますと、キリストは聖書のカインと読むことができます。この2がやや厳しいのですけども、その理由は今言いましたようにもう少し後で説明します。つまりミケランジェロはこのような形でここに一文字の形でですね、いわゆる暗号を仕込んだということになります。そして今度はその次の段ということになります。まあ、ここにもやはり一文字が仕込まれています。まず分かりやすいのが中央やや左寄りの V と、そして中央にあります丸すなわち O です。これ、まあ、V と O ですね。でこの V と O で、まあ、暗号が解けたわけですけども、その左にあるのは私は I と読みました。 I、V、O、 そして右の T です。なぜこのような文字に読んだかについてもこの後に説明します。でつなげて読みますとイヴォットと読むことができます。これはボスニア語で alive、 生きている、あるいは life、 生命、命という意味です。ボスニアというのはアドリア海を挟んでイタリアと反対側にあった国です。カッシナの戦いの中にある一文字について説明しておきます。Correction of my mistake、 間違いの訂正です。口述775027の解釈についてイエス、復活、聖書というふうに説明していますが、正しくはユダヤ・ゲマトリアによればですね、77キリスト、50聖書の27回という意味です。全体としては Christ isBiblical King、 つまりキリストは聖書のカインであるという意味になります。間違いを訂正しておきます。ここが今日の重要なポイントですから、もう一度簡単に説明しておきます。これがミケランジェロ・ボラノルティが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。でそのコピーということになります。弟子が書き写したということになっています。この絵の中には左から775027という数字が隠し込まれています。一文字の形で隠し込まれています。77ですね。そして5027です。でこの隠し文字についてですね、どういう意味かと言いますと、ゲマトリア、その中でもジュイシュゲマトリア、ユダヤゲマトリアによって読むとですね、77はキリスト、50はビブリカル、聖書のという意味ですね。そして27はカインという意味です。カインですね、いわゆる、聖書に出てくるカインですけども。でもう一度並べてみますと、77はキリスト、50は、ビブリカル、聖書の、そして27はカインという意味です。でこの3つの単語を並べてみますと、キリストというのは聖書でいうカインのことだよという意味になります。そうした、伝言をですね、1500年後のイエス・キリストはミケランジェロという操り、人形芸術家を通して私たち後世の人間にこのようなメッセージを残しました。もう一度言います。77キリスト、50はビブリカル、そして27はケイン、カインという意味ですね。で、口述、この続く動画の中では77、イエスというふうに言っています。それから50は、復活というふうに言っていますけども、そうではなくて77はキリスト、50は、聖書の、そして27が、カインという意味です。口述の動画の中では27聖書というふうに言っていますけども、それは間違いです。で、その752を取ってですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる、操り人形芸術家だったんですけども、そのレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、67歳の5月2日に死んだということになっているわけです。もうそろそろ死んだことにしようかと言って、1500年後のイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという、操り人形芸術家、すなわち捏造された芸術家からですね、遠ざかったというふうに私は林博士は考えています。
でこの77なんですけども、今言いましたようにユダヤのゲマトリアによればですね、キリストという意味です。で5足す2もやはり7になりますから、最後の7と付け加えますと77、すなわちキリストという意味がここから浮かび上がってきます。つまりこのような形で1500年後のイエスはですね、この絵の中にキリスト、キリストという文言も隠し込んだということになります。まあ、大変知的能力の高かったと言いますか、人間離れした知的能力をですね、まあ、このような絵を通して私たちに見せたということになります。それだけではありませんね。そしてその上の方にはですね、 I、V、その O、全体として目を細めて見ていただきますと分かりますけども、ここには O という字が隠し込んであります。そしてT ですね、イボットです。イボットというのはボスニア語、すなわちアドリア海を挟んでですね、イタリアとちょうど反対側にある、まあ、国の言葉ですね。ボスニア語で言いますと、イボットというのは alive、生きている、もしくは life、生命という意味です。ですから、まあ、このような形でですね、1500年後のイエスはミケランジェロという画家を通して、イボットというこの言葉をですね、同じカシナの戦いの中に隠し込みました。中央左が、イタリア、そして右がボスニアです。イボット、すなわち生きているという意味です。すなわち この段階でですね、レオナルド・ダ・ヴィンチはまだ生きているというふうに解釈できるわけです。このカシナの戦いの絵が描かれた時にはまだレオナルド・ダ・ヴィンチは生きていました。それについての動画はこの後につなげておきますから、またご覧になってください。なあち、まあ、あらかじめですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの死亡日は設定されていた。すなわちその日にはレオナルド・ダ・ヴィンチの画家は死んでいなかった、イコール、1500年後のイエスは生きているという意味に解釈できます。1500年後のイエス・キリストはルネサンスの時代に現れ、ミケランジェロ・ボナノティという操り人形芸術家を通して自分の姿勢を示しました。その一つがこのカペラ・システィーナの中に描かれている壁画ということになります。でここに十字架を持った、まあ、イエス・キリストですね、そしてその右側にバトンを持った人たちが描かれています。なぜここに、十字架とバトンが描かれているかということですね。もう一度確認してください。十字架と、まあ、権威の象徴であるバトンということになります。その最上部が同じという点でですね、私はこれをローマ時代のローマのですね、いわゆる、まあ、権威の象徴であるバトンと判断しました。つまりこのような形で、まあ、両者をですね対立させることによって、まあ、イエス・キリストは何かを私たちにメッセージとして残そうとしたということになります。そして中央にいるのはユダヤ教徒のイエス・キリストです。カトリックの、まあ、イエス・キリストではないということですね。そしてそのイエス・キリストを挟んで2人の人物が何やら対立関係にあるように見えます。ちょうど同じと言いますかね、等距離に2人の人物が描かれている点に注意してください。まあ、険悪な雰囲気であることが、まあ、この絵からもわかると思います。そしてこのイエス・キリストは先ほど言いましたようにシグナム・マラーのマラスの手を表現しています。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。後のイエズス会のハンドジェスチャーへとつながっていきます。現在のローマ法王はイエズス会出身ですから、こうしたハンドジェスチャーを随所で、見せています。ともかくもここに描かれているイエス・キリストは少なくともカトリック教会といいますかね、いわゆるカトリックの言うイエス・キリストではないということになります。そして同じくいわゆる、まあ、ミケランジェロなる芸術家を通して、1500年後のイエスはこのペーター像を通してシグナム・マラーノを表現しました。隠れユダヤ教徒の、まあ、ハンドジェスチャーということになります。そしてここに表現されているイエスは隠れユダヤ教徒だということですね。つまりこれがミケランジェロコードということになります。この大壁画を通して実はキリストとローマとは対立関係にあるということを示したということになります。そしてこのマグダラのマリアはですね、サバジオスハンドを表現しています。サバジオスというのは古代トラシアンの神です。そしてそれが、バファメットへとつながっていきます。バファメットイコール1500年後のイエス・キリスト説 by 林博史です。まあ、こうして、まあ1500年後のイエス・キリストはシスティーナ礼拝堂の天井画を通して私たちにメッセージを残したということになります。77は繰り返しますが、ジューイッシュ・ゲマトリアによればですね、クライスト、つまりキリストを意味します。
そしてその横には号令、つまり、ビブリカル、聖書のとなります。で、この数字と先ほどのカシナの戦いの数字と比べていますと、次は2ということになります。775027と続きます。27の2は、27はですね、旧約聖書でいうアベルとカインのカインということになります。そして、まあ、775027をつなげますと、キリストというのは聖書でいうカインのことだよということになります。そして ここにはですね、 V と O が読み取ることができます。しかし I と T は読みづらいですね。しかし歌詞の戦いの中に出ている文字と比較してみますと、 IVOT イコールイボット、すなわちボスニア語で生きているというふうに解釈できます。つまりイエス・キリストはまだ生きているという意味です。これが、いわゆる、まあ、ミケランジェロがですね、システィナ礼拝堂の壁画を通して私たちに残した、メッセージということになります。すなわちミケランジェロコードということになります。最後にもう一度復習をしてこの謎解きを終わっておきます。ここに7、次に7ですね、そして50、この5はですね、カシノの戦いの中に出てくる、まあ、5と大変似た似通った方法で描かれています。そして027、すなわち、キリストはビブリカルカインであると。そして下にこの I、 この V ははっきりしますね。そして中央に O が隠されています。そして右の方に T が隠されています。 V と O が分かりましたので、 I と T をあえて I と T と読みました。そしてつなげますと、キリスト聖書の会員であり、そしてイボット、ボスニア語で生きているというふうに解釈できます。下がカシナの戦いです。やはり1500年後のイエス・キリストがミケランジェロ・ブラノティという操り人形芸術家を通して自分の姿勢をこのような形で示し、そして後世の私たちにですね、このようなメッセージを残したということになります。つまりこれがミケランジェロコードの内容ということになります。暗号を解くと、イエスは聖書でいうカインだと、そして彼は生きているという意味に解釈できます。彼すなわち私は生きているというふうに解釈できます。というのも、これらの絵を描いたのは1500年後のイエス・キリスト自身だからです。すなわちイエス、すなわち私は聖書でいうカインのことなんだよ、そして私は今も生きているというふうに解釈できます。神ですから、まあ、死んだり生きたりということはないわけですね。今の今も私たちのそばに生きているということになります。これがミケランジェロコードの意味と内容ですが、その最上部の謎が残りますね。左に十字架、右に、ローマのバトンが描かれています。すなわちこのような形で十字架とローマとは対立関係にあることを、1500年後のイエスはこのシスティナ礼拝堂の壁画を通して私たちに教えたということになります。で、結論ということになります。ミケランジェロ・バルナルティ left behind numerous paintings andSculptures. However, none of them match the title and the content. For example, one of well-known sculptures is the Moses of Michelangelo. However, the sculpture is not Moses who received the Ten Commandments. It is a God who gave Moses the Ten Commandments.Similarly, the sculpture entitled The Dying Slave and The Rebellious Slave are not slaves. They are Shammah Jesus who were killed before being crucified and executed. There is also a statue of Pietà, which is said to be Michelangelo's great masterpiece. The woman represented in the statue is not the Mother Mary, who is said to be the mother of Jesus. The woman there is Mary of Bethany, the wife of Shammah Jesus. There are many other examples, but none of them match the title and content.
ミケランジェロ・ブアヌルティは数多くの絵画や彫刻を残しましたが、そのどれもが題名と内容が一致していません。例えばよく知られた彫刻にモーゼ像がありますが、あの彫刻は十戒を授かったモーゼではありません。それはモーゼに十戒を渡した神、神自身です。同じように瀕死の奴隷や反抗的な奴隷と題された彫刻は奴隷ではありません。それらは十字架にかけられ処刑される前に殺されたシャマーシュイエスです。他にもミケランジェロの代表作と言われているピエタ像があります。その像の中で表現されている女性はイエスの母と言われているマダーメアリーではありません。その女性はシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアです。他にもいろいろな例がありますが、ともかくもそのどれもが題名と内容が一致していません。But why did the problem end up like this? One possible reason may be that Michelangelo himself did not produce these works himself. In other words, Michelangelo may have been given these works by the God who manipulated Michelangelo from above. Furthermore, it may be because God did not explain the contents of such works. In other words, Michelangelo was just a puppet. Then, the same can be said for the statue of David, which we are familiar with. In other words, David, who is represented as a statue of David, is not a human king, David. It is unthinkable that a sculptor who is a god would sculpt a sculpture with a human being named David, a human king, as a subject. Given the size of the sculpture, I, Hiroshi Hayashi, suspect that the statue of David was a much higher god, or the highest god, Eon, or Ion. The god of all gods, that is, Ion. That is the statue of David. I, Hiroshi Hayashi, explain about these facts above in this video.が、問題はなぜこんなことになってしまったのでしょうか。理由の一つとして考えられることは、ミケランジェロ自身がこうした作品を自分では制作していなかったからではないでしょうか。つまりミケランジェロはこうした作品を、ミケランジェロを上から操っていた神自身から与えられていたからではないでしょうか。さらに言えば、こうした作品の内容の説明をミケランジェロは神から受けていなかったからではないでしょうか。つまりミケランジェロはただの操り人形だったということになります。となると、私たちがよく知っているダビデ像についても同じことが言えるのではないでしょうかということになります。つまりダビデ像として表現されているダビデはダビデではなかったと。そもそも神である彫刻家がダビデという一人の人間を題材にして彫刻を彫刻するなどということは考えられません。その彫刻の大きさからして、私はそのダビデ像として彫刻されているダビデはもっと上位の神、最高位の神、つまりアイオンではなかったかと考えています。神の中の神、それがアイオンです。それがあのダビデ像ということになります。これらの事実を私はこの動画の中で皆さんに説明します。広志林
浜松 City Japan。